開催できましたことを大変ありがたく感謝を申し上げます。ただいま選手協会会長の商船三井橋田会長からのお話がございました。また藤丸におきましては7日間も東日本被災地で活動されまして、心から敬意を表し感謝お礼を申し上げます。私は1968年4月ロサンゼルスにおりました。その月末に私の恩師からですね、俺は今サンフランシスコにおるから江戸君来てくれという電話がかかってきまして、びっくりしていきました。なんでおいでになったんですかと言ったら、自由民主党の戦場大学の学長として横浜、ハワイ、ホノルル、サンフランシスコと自由民主党の戦場大学の学長として来たの。ずいぶん長旅でした、長旅でしたねと。実はその頃ですね、まあ政権制度自民党はそのような戦場大学をやってたんですね。あれをずーっとやってれば政権から転落するとなかなかこう思うんです、はっきり言ってですね。ですから本当にですね、旧総大といいますか開示国家日本として当たり前のことだったと思うんです。ですから今日はこうして第1回のですね、あの開示振興連盟の今日は議員に限定したことをやろうとしたんですが、それじゃあいかんと、やっぱり、選手会とかあるいは造船工業会とかあるいは船員会員組合の組合の皆さんとか開示関係の皆さんをゲストでと、こういうことになりまして、皆さんにお声をかけました。こうしてそれぞれ気持ちよくご参集いただきましたことを厚く感謝お礼を申し上げる次第であります。この藤丸というのは、まあ国内外のいわゆるそれぞれの団体が研修施設として利用しているわけですね。素晴らしいことだと思います。また国内の高校生、中学生が修学旅行なんかにも使われるということですが、大いに使ってほしいと思いますね。まあ、私ども与党野党この船を活用してですね、やはり1週間ぐらい研修やるといいんじゃないかなと、まあ、こう思うわけで、ございますし、またご案内の通り2007年にですね、あの海洋基本法ができました。海洋基本法ができてすぐ海洋の総合海洋政策本部中のが内閣にできて、本部長は内閣総理大臣なんですよ、ね、であるならば閣議ですね、閣議もですね時々こういった戦場でやってほしいなと、まあ、このように本当に思ってます。で今日はあの私どもですね、あの藤丸にお世話になってますが、本当はこの藤丸がもう出航してね、しばらく戦場にという思いが強いわけでありますが、まあ気持ちは内心ウキウキしております。それにしても昨日でなくてよかったなと思ってます。今日はですね、本当に日本の新しい、まあ、船出とこういうことだと思います。議員の皆さんもそれぞれの思いを込めてこの晴海から次の自らの母港を目指して出航するという、今日はそういう日だと私は思っているんです。大事な日なんですよね。ですから今日のこの日を大事にして、そして思い思いですね、先ほど芦田会長からお話しあったことをそれぞれ我々やってきましたけど、これからも海事立国日本の海事に関わるお仕事に携わる皆さん方が誇りを持って、また会議に就くことについての確かな確信を持って仕事ができますように、我々海事振興連盟議連として頑張りたい、このように思います。海事、そして今でもありませんが海事立国日本の海事産業が国際的にも国内的にもますます力をつけてナンバーワンになるように、我々も精一杯努力するということをお誓い申し上げたいと思います。結びといたしまして、今日この戦場におられる全員の皆さんのそれぞれの目標が必ず叶う、そのように念じ上げております。最後に結びとして一言、ボンボヤージュ。